皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。新年度がスタートします。まずは新入学そして新社会人の皆さんおめでとうございます。私はですね、高校2年生の頃からこのラジオのお仕事を始めたので、なんかこう新社会人がいつだったかっていうのがあまり区別がなくてですね、ふうらふうらとこう社会人になってしまったようなところがあるので、こうしてきちっとよし今日から私は新社会人ですという区切りがあるのをちょっぴり羨ましくも思ったりしますけれども、沖縄羅針盤も新しい年度を迎えます。どうぞ今年度もよろしくお願いいたします。新年度最初の沖縄羅針盤5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は株式会社スティル代表取締役の吉戸美希さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。吉田さんは1976年生まれ、那覇市のご出身です。沖縄小学高校を卒業後、慶応義塾大学に進学、美学美術史学を専攻し、オペラを中心に舞台芸術について学びます。大学卒業後は国際会議やイベントの企画会社に就職、その後フランスへ留学します。留学中にコミュニケーション PR に関する仕事をしたいという思いが芽生えたと話しています。帰国後は国立劇場沖縄の宣伝編集や沖縄美ら海水族館の広報担当を務めた後に PR プランナー資格を取得し、東京の PR 会社に転職、観光庁のキャンペーンや企業のプロモーションの業務に携わります。2011年に株式会社スティル、これはフランス語でスタイルという意味の会社を設立。現在は沖縄、東京を拠点に企業団体の PR コンサルティングなどを行っています。今年2月に内地の歩き方、沖縄から県外に行くあなたが知っておきたい23の掟を出版。自らの経験をもとにどんなメッセージが込められているのでしょうか。それではお二人のおしゃべりをどうぞ。コーラルラウンジに吉戸美希さん来てもらいました。今日はありがとうございます。ありがとうございます。東京に帰る前の飛行機あと20分ね、はいはい、東京に帰る、 どんな表現してます今。帰る、うん、あ、沖縄も東京も帰るって言いますね、うん、東京にいるときには沖縄に帰るっていうし、沖縄にいるときには東京に帰るっていう、うんうん、そうですね、どっちも言う。あの4月2日その新しい年度の始まりに大変ふさわしいゲストに来てもらったと、はい、さっきディレクターとも話してたんですけども、はい、いや話題はあの広がってると思いますね。本当ですか。内地の歩き方、はい、ちょっとあのまずは紹介してください。本の本は、この本は、うん、まあ、内地の歩き方、某有名ガイドブックを連想させる、うん、まあ、内地版ですよね。沖縄から県外に行く、そういうあのガイドブックみたいな形式で、意外とこう同じ日本内だから大丈夫かなと思ってポンと行くと、意外と文化が違うとか習慣が違うっていうところを軽く、まあ、ガイドブック的に読んでもらうコミュニケーション本ですね。23の、まあ、掟ってなってますけど章に分かれていて、一話完結みたいな形の構成です。あの大学生、今年も卒業生を送り出しましたけども、はい、東京に行く子たちも何人もいました。ぴったりですよね。僕の教え子も買いましたよ、はい、まあ、ありがとうございます。プレゼントもしたし、 ありがとうございます。そう、プレゼントでね買ってくださる方が想像を超えて多いんですよ、うん、いいね。あのそう、学生たち自分であまりお金出して本を買わない習慣これになっちゃってるもんだから、はい、いや、あのこれはあの吉戸さんの、はい、沖縄で高校まで過ごして、うん、大学東京行って慶応に行くんだけども、はい、その時の実体験もいっぱい入ってますよね。もう痛かった過去を全力で詰め込みました、うん、痛かった。あのその頃あの内気だったと、はい、内気だったけども、あの通おうと思って東京行ってみたんだけども、はい、いろんなことが起きたということを、ちょっとエピソード一つ二つ、本読みたくなるような、お、本読みたくなるような、10月に半袖着て笑われるとか、うんうん、なんか
初対面なのに突っ込んで家族のこととか聞いちゃってはって言われるとか、あ、こう、はい、なんか毎日が門前払いみたいな感じで、なかなかこうあっちの、まあ、華やかな女子大生の皆さんと友達になれず苦戦しました、ね、慶応だもんね。そうですね、とりわけ、まあ、お嬢様ばっかりだったんでしょ、まあ、当時は巻き髪スカーフいつもスカートみたいな、放課後パーティーみたいな、またそういう人たちのところに飛び込んでしまったので、もう浮くことこの上なく大変でした、うん、あのね、あの僕たちの時代は、はい、多分 30年以上前だと、はい、電車 乗ったことないので、はい、であの来る電車が、うん、通勤時間時だといっぱいだと、満車だと、あの満車でずっと乗れませんでしたと言って遅刻する子がいたというのがこれ本当の話なんだけども、つつましいつつましいだと思うよ。で 今の子たちはどんなことが起きてるんですかね、東京に18位で出ていくと、うん、そうですね、実際私の感覚古いとまずいと思ったので、うん、今まさに東京で大学生活始めたばっかりのうちなんちゅにもインタビューさせてもらったんですけど、情報はオンタイムで入ってくる、まあ、SNS も見てる、ファッションも分かってる、流行のスポットも分かってる、よしと思って全然いけると思って行くと、やっぱりあの大きく2つぐらいつまずくことがあって、1つは、まあ、あの無言のルールといいますか、あのスイカはスマートにチャージしとくものだとか、例えばあの季節は空気読んで重ね着するものだとか、そういうなんかあちらの人当たり前にやることとかに馴染めなくて、まあ、そこでこけるっていうのと、あとまあやっぱりコミュニケーションのスタイルが全然違うので、沖縄のままみたいな感じので行ってちょっと痛い目に遭うっていう、こうなかなかうまく打ち解けられなかったりとか、変だよって言われたりとか。表現聞きたい、沖縄流のコミュニケーションっていうのは具体的に言うとどんなことになるんですか、うん、結構初対面でも短時間でも相手のことをわーって根掘り葉掘りで最初に情報収集をして、あ、この人はなんとかニーニーの友達のなんとかの先輩のなんとかだから、よしこんな関係みたいな、うん、こう立ち位置をお互い完全に明確にした上で付き合うんですけど、うん、東京とかで例えばそれはやらない、原則やらない、例えば同じ大学の同窓会とかであったら何期ですかとかはありえるんですけど、つながりは基本的にない者同士が最初に会うのと、そうですね、でちょっと様子見ながらソフトに攻めていくじゃないですか、うん、天気の話したりとか柔らかく趣味の話したり、うちはストレートに兄弟何人とか、ね、お父さんの仕事何してるのとか、こんな話、本当にもう私の友達タクシー乗って5分で年収聞かれて引いたって言ってましたから、あ、沖縄に来てね、そうそう、まあ、これは得意な例だとは思いますけど、そのぐらい悪気なくポーンってこう切り込んじゃう人が多いとは思います。私もねほりはほりも聞かれるのには慣れてるんですけど、本当聞かれますから。で吉尾さんは2つの矛盾があったと、あのって言って、あの本の中で、はい、沖縄の中では、うん、あの泣いちゃうお父さんと泣いちゃうお母さんの子でうちなんちゅだと思ってたのに、はい、そういう扱いされないという、そうなんですね、沖縄の中での、そう仕方ないこの雰囲気だし名前だしでもね、育ちもずっと18までずっと沖縄にいたわけだから、そうなんですね、目を開けたらみんなと一緒だと思ってたのに、うん、空気も同じ空気吸ってて、はい、同じご飯食べてたのに、そうそうで思ってたら東京行ったら、うん、またそれも違ったんだって。そうなんですよね、沖縄ね、私はうちなんちだと思ってるけど、今色が白、ちょっと白目だったりとか名字が変だったりとかしてそれで周りからも泣いちゃ泣いちゃって感じの扱いだったので、うん、今度こそ内地に行くと今度私の居場所があってきっとフィットしてナイチャーの一員になれるのかと思って内地に行ったら、今度はうちなんち扱いされて、もうやっぱ沖縄だよねみたいなことを頻繁に言われて、沖縄アイデンティティを確認することになって、あ、私どっちにもハマらないんだっていうのは結構苦しかったですね。ということはお父さんもお母さんも、うん、あの内地の出身で、はい、あの生まれて18まで高校も出たのに、うんうん、出たのにじゃん、出たら、はい、うちの味になってるわけだね。そうですね、家の中はやっぱ内地文化圏だったと思うんですよ、うん、食べてるものとか言葉とかはおそらく家の中に、お父さんお母さん染まらないよね、それは内地だったと思うんですけど、うん、でも授業を受けたり友達だったり、私の人間関係社会は沖縄の文化の中で形成されてるから、自分でも知らないうちに沖縄っぽいところがすごくたくさんあって、それそのまま何の準備もしないで持ち込んじゃったので、内地にもうすっかり沖縄扱い で第一の人って沖縄の顔がどんな顔か知らないんですよ。あの沖縄の人って沖縄の顔と内地の顔を即座になんかこう判別できるので、内地顔だよねっていう、内地でしょう、うん、肌質が違うとか肉質が違うって肉質みたいになるんですけど、うん、
そう、内地でも内地は分かんないみたいで、まあ、沖縄もね薄くなってきたからねあのともうすぐ分かる人もいるでしょ、うん それは分かるはずだけど薄くなってきた、まあ、東京ではじゃあ分かりにくい、うん、だから沖縄出身って言った瞬間バイアスがかかっちゃって、うん、そうだそういえば目バッチリしてるもんねとかもう私の顔が沖縄側に見えてきちゃうんですよね結構その内地の人ってそういう葛藤をじゃあ、 19歳からまた東京で始まった、はい、そうですねあれと思って、うん、馴染めないなとで私はね吉田さんのこのキャリアはね、僕は大学でメディアとマーケティングを教えてるとすると、はい、あなたみたいなあの人材を世に送り出すことをしてると思ってて、プロモーションとかコミュニケーションとかいうことのプロフェッショナルになっておられるんだけども、はい、でそこの道に進んでいくということの何かきっかけだとか、こういうことをしてきたんだというのがありますか、まあ、いくつか多分ターニングポイントってあったと思うんですけど、基本は基本のコミュニケーションでつまずく日々が20代後半ぐらいまで続いて、なんとかしたいって思って沖縄の奨学金をもらってフランスに留学するんですね。お、フランス。なんかこう自分を変えたくって、そのために何かしたくって、そしたら奨学金の試験があって、まあ、偶然受かってで行かせてもらえたので、もうこれはフランスデビューだと、大学デビューよりちょっとなんかすごいかっこいいじゃないかと、大学デビュー失敗したけどもう内地とかじゃなくてもう今度はパリだみたいな感じで勢いで行ったんですけど、うん、ちょっと待ってよ、東京まではうちの内地なのか内地なのかということとか、いろんな葛藤もあってだったけども、はい、で東京で就職したんですけど、即体調を崩して沖縄に戻るんですね、うん、で沖縄で働いてたんですけど、すごいなんか挫折した感がすごくて、どっちにも馴染めない上に沖縄帰ってきた上に仕事もできないみたいな、なんだか変えたくってフランスに行くことにしたんですけど、吉田さんとはね、去年から半年に2ヶ月に1回ある会議で会うんですよね。そうですね、その沖縄の観光政策で、その幅を広げようと、問題解決型のというところの沖縄のための議論をみんなでしようという専門家が集まってもらって、専門家のお一人でいらっしゃるんだけども、まあ、ICT という言葉になってきて、10年前だと、ね、IT って言ってたんですけどね、インフォメーションテクノロジーだったんだけども、はい、ICT っていうのが、うん、まあ、国もそう言ってるし、その情報のコミュニケーションのテクノロジーだと、はい、コミュニケーションが入ってきたんでしょう、うんうん、まさにあなたの分野だと思うんだけども、はい、このことにおいて、その沖縄社会、はい、そのコミュニケーションの取り方と社会と、うん、さっきは個人だったけども、はい、これなんか違いとか感じますか。なんだろう、良くも悪くもその会議でも思うことですけど、濃いなって思うんですよ魅力も濃いし自負も濃いし、こうやっぱり沖縄ってすごくパワーがある、言葉としてもパワーがある、土地としても魅力がある、一方でそれに飲み込まれちゃうと、こうやっぱりちょっと他とこう客観視したりとか、他にも、まあ、例えば観光地っていう意味でも他にもいろんな魅力的な土地があるんですけど、なかなか自分たちが持ってるものがいっぱい充実してるので、意外と他を見なかったりとか、するところがあるのかな。中だけに入っていくから濃くなりますよね、自然にね。それはとってもいいことでもあるんですけれども、いざ何かどこかの別の観光地と競合するとか、同じお客さんに他じゃなくて沖縄のこの商品にお金を落としていただくとかっていう時は、競合が本当はいっぱいいるはずなんですよね。そうした時にどうしても沖縄の素晴らしさとか優位性とか魅力があるので、本当にあるんですけど、ついついそこに目がいっちゃうので、なんかそれでどうにかなるような感じでついコミュニケーションを取ろうとしてしまうっていうところは、まあ、私の反省も含めて一人よがりになってしまうところがある傾向として、魅力があるがゆえに、なきゃないで、例えばもう誰も知りませんとか、こう魅力ランキングで下の方ですとか、人気がありませんとか、人が来ませんとかっていうところってすごく必死だったりすると思うんですね。でも沖縄はある意味こう、もうブランド力もあるし、名産も多いし、魅力も多いし、好きな人ファンも多くいてくださるから、その前提のもとについものをしそうになるときが、私もプランするときはそれ気をつけてるんですけど、あるなって思っていて、でも世の中は変わっているし、前提も変わりますよね。沖縄ちょっと行くより海外の方が安くなっちゃったとか、若い人がなかなか例えば旅行にお金を落としにくくなっているとか、そしたら競合は旅行先じゃなくてスマホの料金かもしれないし、そうしたところに対してこう常にキャッチアップしていくのって大事かなって。
マーケットも変わってるしね、はい、今までお客さんだと思ってたところが、うん、それが変わっていったりもしてますしね、そういう意味じゃこちら側がそれだけ柔軟性持ってるかというところだろうと思うんだけど、はい、うん、もう一つ沖縄の中で価値の見方をする、ソフト、まあ、まさにその仕事をしておられると思うんだけども、うん、コンサルテーションを、はい、その企業にコンサルをしたりその価値を、うん、コミュニケーションを価値として、はい、あるいはその、まあ、PR と言ってもいいのかな、うん、PR をに価値をつけてもらうという、はい、この概念沖縄進んできてるかなというのを僕はちょっと心配するところあるんだけど、まだまだ認知度は、うん、低いですよね。色や形がないものに対してお金を払うっていう感覚値が、まあ、そういうコピーライティングとかしてる友人もそれを言うんですけど、パンとかチキンとかだったら分かりやすい、うん、はい200円です、建物があるとかね、うんうん、そこに何か入れるとか、ね、そうですね、名刺を印刷してくれたとか、うん、そういうのは分かりやすいけれども、こうコンサルテーションみたいなところってのはなかなか見えにくいし理解もされにくいところがあるから苦戦するって話は聞きますし、実際そうだと思うんですけれど、でもやっぱりそこって何か商品のことをどうかしたいとか、うん、何か伝えたいって時にコミュニケーションなくしてはなかなか成立しないことだと思うので、そういう意味では少しずつでも私も努力をして理解が促進されて、そういうお手伝いができる、あのブランドの価値とかプロモーションの仕方とか、はいはい、まさにそういうことをなさったら、とっても沖縄にとってね、これから必要な重要な部分を担っておられると思うので、ありがとうございます、ぜひ通ってくださいね、はい、今は生活が東京と、東京ベースですが沖縄に毎月、まあ、仕事毎月来てますか、ような形です、はい、じゃあ最後は飛行機乗る前に沖縄の学生たちにメッセージをしてもらいましょう、はい、内地の歩き方を、はい、ベースにして沖縄の学生たちに、うん、こんな人生楽しいのよという話が欲しいな、人生楽しいのよ、ちょっとした支え最初に覚えていれば、うん、もうあとはもうやるだけというか楽しむだけだと思うので、これまでの私のちょっと長めの人生経験からなんかやって失敗した後悔よりもやらなかった後悔の方が絶対大きいんじゃないかというふうに思ってるので、いろんなことをやってみるっていうことをお勧めしたいなと思います。何かあるはずなのでやるだけやってみるって大事かなって思います。東京と沖縄の生活頑張ってください、はい、そして PR プロモーションのプロフェッショナルとっても大事な価値をこう提供してくれてるんで、はい、ぜひまた沖縄にサポートしていきましょう、はい、ありがとうございます。吉田さんがお書きになって出版されたばかりの内地の歩き方、沖縄から県外に行くあなたが知っておきたい23の掟、今私も手元にあるんですけれども、進学や就職で沖縄を出るあなたへ先輩からのとびっきり具体的なアドバイスが詰まってるということで、確かにパラパラっとめくってみても、あ、なるほどと、ちょっと吉田さんご自身がちょっと失敗されたようなところの体験談なども含めて、本当に具体的で分かりやすいアドバイスがたくさん詰まっていますので、ね、お話の中にもありましたけれども、これから実際にその本土で暮らすことになる皆さんもそうですけれども、そういったご家族やお友達がいる皆さん、プレゼントとしてもいいかもしれませんね。お話を終えて、島田さんは、吉戸さん今月から東京で大学院生として広報 PR の分野を研究するということです、沖縄は企業や団体そして沖縄県としても広報 PR の専門のノウハウは不足していると。で、島田さんご自身も広報 PR の分野を専門としている立場から吉戸さんの今後の活躍にエールを送って沖縄への貢献に期待しているということです。私も同じフランス留学組ですし、ね、舞台美術についても学ばれたということなので、今度ぜひどこかで機会があったらお話をしてみたいなというふうに思いました。今週のコーラルラウンジは株式会社スティル代表取締役の吉戸美希さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。新年度が始まって、私の舞台のね、演出の仕事の方でも今年度どういう動きにしようかなということで仲間といろいろ相談をしてるんですけれども、まあでも忙しくなってくるのは大体秋冬なので、毎年ですね、春は
まあ、あの私の中では充電期間と決めていて、インプット作業を頑張ろうというふうなことで、あの普段時間がなくてね、なかなか読めなかった本、積み上がってる本をですね、まとめて読んでみたりとか、それから、ね、いろんな舞台を見たり映画を見たり、それからあのちょっと美術館に行ったりして、やっぱりいろんなものを見て自分もあの精進したいなということがあって、そういうことを増やすようにしています。でそんな中、あの今年度、いろんな舞台公演をね、仲間と一緒にやっていくんですけれども、とてもありがたいことに、自分が演出している舞台作品の海外公演が決まりまして、とっても、嬉しく思っているのと同時に、日本を代表していくことになるので、しっかりと、公演をね、するためにも、やっぱりこれからお稽古を頑張らないといけないなというふうに思ったりしています。でも、こうして仲間がいる、一緒に舞台を作っていく仲間がいるっていうのはとってもありがたいなというふうに思っています。大切な大切な沖縄の文化です。歌や踊りの中に先人たちの思いが込められた沖縄の芸能があって、それを現代の生身の人間たち、 仲間たちがね、体を通してその思いを伝えていくことができるのはとても嬉しいなと思います。秋以降になりますけれども、こちらも詳しく決まりましたら、また番組の中でもお知らせしていきたいなというふうに思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。これまでの放送をもう一度聞きたいという方いらっしゃいましたら、沖縄羅針盤もしくはラジオ沖縄と検索してホームページからアクセスしてお楽しみください。それから私富田めぐみやコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中です。お時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。